アイテム番号 SCP-2006 オブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-2006 はサイト118の機密収容室に収容されます。 SCP-2006 の形状の変化は常に監視されねばならず、変化は直ちに記録されます。 SCP-2006 と接触しようとするすべての職員は恐怖と驚愕の表現に焦点を当てた演劇コースを受講している必要があります。毎月 SCP-2006 には最低一つの新たな非常に低品質のホラーないしホラー要素を含む SF 映画を視聴させます。 SCP-2006 へのあらゆる干渉はSCP-2006 自身が上記の作品は卓越した恐怖への理解を実演していると信じ続けることを助長させるものでなくてはなりません。説明。SCP-2006 は、その基本状態ではおよそ直径50センチの異常な球状実体です。SCP-2006 の目指すところは、可能な限り多くの人間に恐れ、かつ、もしくは恐怖の感情を呼び起こすことです。この目的を達成するため、SCP-2006 は自らの形状、質量、体積、密度、化学組成、声を望んだ通りのいかなる形にも変える能力を持ちます。現在、SCP-2006 を破壊する方法は不明です。その変形能力の限界は未知であり、現時点では無制限であると予測されています。現在、SCP-2006 はそれが主張した様々なホラーや SF 映画に登場する各種の存在、悪役の姿を撮ることに興味を示しています。SCP-2006 が撮る最も普通の形状は1953年の映画、ロボット、モンスター、の、ローマン、です。SCP-2006 はそれが本来ならば発話不可能な実体の形を撮る際にも発話することができます。SCP-2006 は基本的にそれが接触したあらゆる個人を脅かし、飼う、もしくは怖がらせようとしますが、そうした後は愛想よく友好的になります。この背後理由は現時点では不明です。SCP-2006 は繰り返し可能な限りの恐怖を引き起こしたいという目的について述べてきましたが、SCP-2006 には人間に恐怖を引き起こす概念について貧相な判断しかできず、常にその目的を達するため新しい手段を模索しています。この理解は人間の感情についても同様であり、そのため SCP-2006 は人間にとっては明白である感情の微妙な差異を識別することができません。インタビューログ、SCP-2006、インタビュアー、ルーフ博士、対象、SCP-2006。ルーフ博士が部屋に入る。SCP-2006 は扉の近くでうずくまっているのが見える。SCP-2006 は、ローマン、の携帯を取っている。SCP-2006 はうずくまった姿勢から伸び上がり、手を中空に突き上げる。SCP-2006 死すべき者よがを恐れれよ。我が派強大なるローマン。恐怖におののけルーフ博士は叫び声を上げ、防御のため腕を上げてよろめき下がる。ルーフ博士だ。頼む強大なるローマン。は、私を傷つけないでくれ。SCP-2006。笑って。はは、僕だよ。博士、うまくいっただろ。ルーフ博士 SCP-2006 回。ああ、神様。本当に仰天したよ。心臓が止まるかと思った。SCP-2006 それこそ僕のなすことさ。はは、ガオー。ルーフ博士は再びよろめく。SCP-2006。へへ、またやったぞ。ところで何か話したいことがあるんじゃないの、博士。ルーフ博士。私は不思議なんだが。正確なところ君はなぜ他者に恐怖を引き起こそうとする必要を感じているんだ。SCP-2006 質問の意味がわからないよ。ルーフ博士、つまりだね。なぜ君は人々を怖がらせるんだい。SCP-2006 ああ、そりゃ簡単さ。楽しいから怖がらせるんだよ。そしてご承知の通り、
それこそ僕のなすことだ。君が博士らしいことが得意なように。僕は怖がらせるのが得意なんだ。僕が一番なんだ。それについちゃ僕の右に出る奴は見たことないよ。ルーフ博士、そうだね。じゃあ私はおいとまするよ。SCP-2006 すぐ帰ってきてよ。今度は本当に怖いのをやるからね。さもないと、貴様の魂をいただくぞー。ルーフ博士、出してくれー。恐ろしくて死んでしまいそうだ。ほい、サイト、118元管理官覚書、SCP-2006。私は SCP-2006 に関するたるんだ振る舞いの報告をいくつか受け取っている。多くの職員が監視中。奴が新しい映画を見たり人を脅かそうとしているのを見て笑っているとか。なぜ SCP-2006 がケテル実態に分類されているのか疑問視する職員もいるそうだ。ここで君たちに思い出してもらおう。ケテル実態はケテル実態なのだ。どれほど無害に見えようが、いかにも、SCP-2006 はすさぶる半身でもなければ、再生能力を持つ超トカゲでもない。だがあれは、財団が収容する他のすべてのケテルと同等の危険を有しているのだ。SCP-2006 の目的を考えてみたまえ。あれは人々を恐怖させることを望んでいる。もし SCP-2006 が収容を脱し、本当に人々を恐怖させるものを見出したなら何が起こるか、想像してみたまえ。もしあれが戦争の恐怖と恐れや、すべての人類一人一人に共通する妄想や恐怖症という概念を理解したら、と。もしあれが核による大量虐殺や、XK クラスシナリオの恐怖に気づいたら、さあ、それに限界不明な変形能力を持つ実態が合わされば、なぜあれがケテル分類されているのかわかろうというものだ。上に述べたようなことを言った職員は皆適切に懲戒された。私はこのことについて二度と聞きたくはない。ランドール・オーウィングス博士、サイト、118管理官。